さあ、ツワソルの夏休み8月27日編でございます。もうほんと8月末ですね。もうね、月末ですけれども、昨日は優作が頑張ったんですよ。優作2日分寝なきゃダメだよ。昨日徹夜したんだよ優作は。人間ね、8時間は寝なきゃいけないんですよ。で、徹夜したから優作今日16時間寝なきゃダメ今睡眠の借金してる状態だから、借金返さなきゃいけないんですよね。ちゃんと16時間寝たか？さあ、ということで最近狼娘の方に行ってなかったんでね、今日は行こうかなと思うんですけど。じゃあ、いただきます。あとタコ優作が作ってくれてるから、ついでに今日はね、新しいタコもあげましょう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よし、行くぞ行くぞ。まずは優作にタコもらおう。お、おばさんここにいるの久しぶりだな。おばちゃん、僕今気づいたんだけど、 おばちゃんって一体いつお洗濯しているの？今じゃないの？それは僕くんたちが、あー、なるほど、ラジオ体操で目覚める前よ。おう、そうか、おばちゃんが一番早く起きてんだよな。ラジオ体操の前にお洗濯も朝ごはんの支度もみんなみんな終わらせているのよ。すごいね、おばちゃん。もう朝5時ぐらいに起きてんじゃないのそれ。すごくない？ラジオ体操、まあ、その分寝るのが早いんだよね。9時とか10時ぐらいに寝るのかな、もうね。で、5時ぐらいに起きてみたいな。で、まあ7時間睡眠ぐらいみたいな、そんな感じでしょうか。優作、タコくれ。あ、あの写真、はあ、本当に日本狼なのかな。なんで？なんとなくそう思っただけなんだけど、なんかもっと不思議で崇高な未知の存在がこの山にいるのかもしれないよ。優作、おじちゃん何か知ってるの？鋭いね優作。どうだろうね。鋭い。そして優作、あ、今日の夜釜を開けるから見においで。おお、面白いぞ。おお、マジで夜ね。分かった、夜ってことは飯食ってから後だよね。で、優作、あの棚が直ってるね。優作ね、分かった、棚直ったっていうことを俺今確認しました。優作、楽しみにしてろよ夕方。僕くん、タコ完成したよ。よっしゃ、来たぜ。セミダコな。おじちゃん、ありがとう。じゃあ目標はとりあえず、うん、このうちの庭から見える。分かった分かった、120な。今日120開けてくっからよ。優作、あと夕方ここを開けといてくれな。棚直ったの俺今確認したから、楽しみにしててくれよな。おごり釜って昨日火を消したのに近づくとまだあったかいんだよ。うん、そういえば昔釜の中でかくれんぼしたら、うん、お父さんにすっごく怒られちゃったな。そりゃ怒られるよ。だって下手したら死ぬかもしれないぜまあ火つけてない時だったらあれかもしれないけど、でも危ねえからな。危ないし釜も壊れるしな。あとあれだ、もよ姉ちゃんのとこ行ってなかった。ちょっともったいねえけど、まだ9時だ。もよ姉ちゃんのとこ行って狼娘のところ行こうか。で、夕方になって飯食ったら、夜釜のところに行けばいいのかな。優作がなんか出来上がったやつ見せてくれるってことか。そういうことだよね。また寝てるよ。夜型になったの本当に。お姉ちゃんってもしかしたら寝てるの大好きでしょ。え、うん、時間があったら毎日15時間くらいは寝てたいんだけどね。おー、いいね、15時間。ちょっと寝すぎだよそれ毎日は。うん、まあ俺寝るの重要って言ったんだけど、毎日8時間寝ろって言ったんですけど、毎日寝すぎるのも良くないのかな寝るのにも体力使うって言うからね。寝るのにもカロリー消費するって言います。あんま寝すぎも良くないのかも。やっぱ適度な睡眠、適度な運動なのかもしれません。さあ、ということで狼娘の方行こうか。それでね、砂糖水塗ってあるから、あ、でもそれ昨日見に行かなきゃダメだったのかな。狼娘の方行って高揚げ行こうかな。で、一発これやっとこう。大吉、カモン。大吉来たー。
いいねいいね。で、木を見ておけば何かしらあるということやで。これ右だったかな。右だった気がする。あ、下だったかも。ミスったかな。あ、まずここで、まずここで。さあ来い。なんかいるかな。カモン。おお、まあ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 、やっぱクワガタばっかりだね。カブトムシ来ねえな。赤足クワガタね。で、蹴ってればいいんだよな。蹴っ飛ばして。ダメだね。一回蹴ってダメだったらもうさっとず寝た方がいいか。時間も経っちゃうしね。さあ、狼娘、特に名もないか。もう終わっちゃうぜ、8月。夏休み終わっちゃうぞ。いたいた。達者でな、クソガキ。え？明日この山降りて大学に戻るの。あらあら。そうなんだ。寂しいの？なんで？だって全然全く少しもちょっとも全然寂しくないってば。お前なんか僕にとってアーリンコののどちんこよりも寂しくないか。まあそうかいそうかい。でもいろいろとありがとな。今年の夏はなかなか楽しかった。来年ん来るの。来年も。うん、そりゃそうだ。狼は間違いなくここらにいるらしいからね。来るには狼に会いたくて。当たり前だろ。僕くん、もう全く僕くんたらよ。今年はいつもより荷物たくさん持ち込んだから片付けの面倒だな。僕は手伝わないからね。クソガキ。いやー、なんか分かりやすいな、僕くん。やっぱり好きだからこう憎まれ口を叩いてんだもんな。小学生だね。好きな子に意地悪言うんだよな。まあ相手は大学生、年の差がありすぎるけれどもね。年の差なんて関係ねえもんな。ということは明日か。明日はもうこのカメラも撤収されてるってことか。寂しいっすね、まったくね。さあどれどれ。あれいねえや。マジか。大吉。大吉。おお、来た、カブト。やったぜ。39か。ちっちゃい。今のカブトよりちっちゃいんじゃねえかな。まあ、砂糖水塗っといて。あ、浴衣なしいった。タコまだギリギリ上げられるか。ギリギリいけそうだな。ちょっとまた120上げとくわ。ね。これだな。セミダコだな。よし。風が強いといいんだっけ？確か。なんだったっけ？あ、今強いんじゃないの？どん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 。緩めて、緩めて、下、十字キー下で上げてって、緩めて、緩めて、緩めて。バンバン緩めてけ、バンバン緩めてけ。で、上げてって、上げてって。もっともっと緩めてダメだ、これ。120いかないぞ。今の倍上げなきゃいけないもんな。あ、これ徐々に段階的に緩めなきゃいけなかったかな。もっといけるか。あ、いける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 。頑張れ頑張れ頑張れ。120いけばいい。よし、92。
やばい、風速が。やっぱ風速早くしないとダメだぞ。でもいつか早くなると思う。いつか早くならず。その時を待てばいい。お、いけ、オッケー、100、111、もうちょい、もうちょいなんだけど、風速、いやー、風速ちょっと 4.3 か、まずい、また風速が次5くれば多分いける。それまでに緩めとけ。よし、4 4.2 4.5 4.7 今、わー、よい、来たぜ、来た。おー、風速すごいことになってるぜ。もっと。逆まで行ってから、ここで下に行けば。おー、もう、マックスじゃん !140 と140。もうこれ以上高くわかんないってことだ、これ。いいねー。完璧だ。マックス行きました。優作もきっと見ていてくれただろう。よし。じゃあ、夜飯食って、ゆうさくの釜のところに行こうか。今日やっぱ狼娘会だったなぁ。お、ゆうさく。はい。今日の。ゆうさく、蜂に刺されるぞ。そこにいたら蜂に刺されるって。よし。じゃあ、飯食ったら、ゆうさくの釜のところに行こうね。じゃあ、なんか言ってくれたら。いただきます。いただきます。あ、今日絶対中華だ。シューマイじゃないよね、シューマイ。いいね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、今日はクラリネット弾いてね。あ、優作がいないんだよね。おばさんもいねえわ。釜の方に行ってるってことだよな。ここだけの話なんだけど、はあ、調べて昔、うん、お父さんの工房の奥の方にある焼き物を、はあ、棚ごと落としちゃったことがあるの。うわ、最悪。なんて悪いやつなんだ。なあ、悪すぎるだろそれ。今の話、みんなには絶対内緒だからね。後で優作にチクっとくわ。おいおい、棚をぶっ壊したの。棚が毎回壊れてたよね、優作ね。あれね、調べがやったんですわ。本当に4回も5回もやってるわ、本当にね。全く悪い子だよね。ほんまにも。あ、なんだ。今日はなんで吹かないの？おお。そう聞きたいんでしょ。そうだね。うん、なんで？今日もね。秋の虫たちのささやきを聞く夕べなのだ。そうなのだ。そうなんだな。雲が月明かりに照らされて綺麗だわ。もし都会と同じ空や雲が同じ時間にここでも見られたら、うん、僕くんが帰った後でも電話でさ、うん、同じ空を見て同じ気持ちで同じお話ができるのにね。あらあら、電話のお誘い。僕モテモテだね。ああ、私ってやっぱりネクラなんだな。そうこんな時間にお外で一体何をやってるんだろう。確かにあんまりアクティブな方じゃないかもしれないな。わかんねえけど。ずっと昼間寝てるしね。確かに田舎暮らし、田舎のこの割には、ちょっとインドア派なのかもしれないね。でも別に寝くらってわけじゃないと思うけど、あ、これか。焼き上がった完成品ってこと？ゆうさく。なかなかの出来栄えだぞ。おぉ。ゆうさく、これがいくらになるの、ゆうさく。次はどんなイメージに挑戦しようかな。あ、調べて見れるわけじゃないのか。今日の晩ご飯は、はい、ここで言うの。チャーハン、中華スープ、うん、酢豚にシューマイなどなどの
白部の好みでまとめてみました。それは絶対言うのね。いいけど、もっと別のことを言うでしょ、今ここにいるんだから。今日の晩ご飯。マジで。そんな優作の、ね、成果物より、そんなことより今日の献立が知りたいと。確かに、確かにそうかも。でも優作はかわいそうだよ。次は、ちょっと釜の方も見に行くか。そうか、これ登り釜か。そうだよね、これなんだろうって思ってたよ。これなんだか陸に上がった、そうクジラさんみたい。陸に上がったクジラだと思ってた俺。結構でも量ない。あんまりちょっとカメラが遠くて見えないけど、あれがまあ全部売れたら確かに、何回ね、売りに行くのか分かんないけど、1年で。1ヶ月、月1ぐらい行くのかな？月1で売りに行くのかな？よーし、じゃあ、こんなもんにして、日記書きますか。明日、狼娘が、帰っちまう日ってことだよな。なんかちょっと寂しいっすね。でももういよいよマジで終わるわ。夏休みが。さようなら僕の愛したお姉さん。僕より日本狼が好みだったのね。振られたな。日本狼に振られたな。ああ、そういうショックもちょっと受けましたと。なるほどね。さあ、ということで8月28日に続きます。いよいよマジで後半だね。お疲れ様でした。